こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。Amazon で販売しているブランド品が偽物か本物か信用できません。偽物か本物か判別する方法とはというテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。Amazon で売られている商品でブランド品がありますが、このブランド品が偽物か本物か、その判別法ですね。 ぜひお答えさせていただきます。アマゾンでは偽物の販売に対して非常に厳しいです。偽物であることを通報をされるとすぐにアカウント削除になります。さらに、えー、警察ですね。まあ、そういったあの公共機関が入ってくる場合がありますので、非常に大ごとになります。ですので、 ブランド品を販売している業者は非常にあの偽物ではなくて本物しか入れない風に行っています。で、その、えー、目安なんですけどアカウントの評価が1000以上などとにかく評価が高いブランド業者ですね。そちらはですね1000ってことは非常に高いので信用できる確率 信用できます。なので、ぜひ、そちらの方から購入してみるのが一番いいです。ぜひ、参考にしてみてください。えー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマルヒマネプレゼントします。なぜ10万円稼げるかを詳細に記載しています。ぜひ、楽しみにしてください。登録したい,いに、ニックレムかスタンプをお願いします。 よろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。